格闘武術総合研究所、ここでは漫画やアニメ、プロレス、などのライラを体を張って、本当に痛いのか、確かめる研究所。今回のテーマは、もっと、ね、始めました。はい、どうもさあ、今回も始まりました。どうも、バイバイ。まあいいや。バイバイ？もう帰るの？名前を言わせました。アイコでバイバイです。どうも。よろしくお願いします。意味がわかんない。どうも、ヒカキンです。はい、じゃあ、ブタ君の話はこれです。今日何やるんですか、ブタ君。何？ブタ君。ねえ、猫型ロボットだよ。で、今日は何やるの？今日はね、はい、ひもとろをやります。はい、ひもとれ始めましたってことでね。知ってる？ひもとれって。わからん。わかってないなー。わかんないのか、ひもとれ。ひもとれってのはね、なんか、あっちあっち、あっち見て。なんていうのかな。うん、まあ僕もよく分かってないんですけど、分かんないですよね。ひもとれはね、なんか昔の人がよく使ってた。なんかこう肩が軽くなったり腰痛が治ったりする便利ななんかのがあるんだよ。鼻くそほじる方法とか。こうやって、うん、これ鼻くそほじってんじゃないんだけど、じゃあまあとりあえずね、早速ひもとれ、今日はね、あのね、肩がね、軽くなる紐トレをちょっとやってみようと思う。で、うん、うん。じゃあちょっと待ってね。前が見えない。まあね、用意するのはね、このね、まあ紐なんだけど、おちょっとね、細いんだけど、もうちょっと太くてもね、いいらしいんだよね。これを、いや、どうぞ、こうやってこう、に、こう、なんつうの、こうやってね、この、ここの真ん中をこう、バッテンにして、こう、八の字みたいにして、ここに腕を通す。はい、はい、で、で、あれ？で、ここを、ここを、頭を通して、いけるなに？あんまり肩軽くなったでしょ？なったでしょ？肩軽くなったでしょ？ほら、え、全然軽くないよ。じゃあちょっとあの豚くんを持ってみようかなと思ってます。後ろちびっことちびてよ。リンゴ3個分だよ。めっちゃ重てえこいつ。あ、もう一回。だから肩が軽いから簡単に持てるでしょ。ほら、ちょっと待って。肩が軽くなったでしょ。よっ、肩こり解消しちゃうぐらい腰痛いね。はい、というわけでね、今度からちょっと紐取り特集をやっていこうと思います。よい子は真似しちゃダメよ、これ。すっげえ面白いな。あいつ、本当に痩せろよ。